どうも皆さんこんにちは。ということでね、ダイヤモンド装備、90分以内に作ろうということでね、前回パート1ですね、収録したんですけど、まさかの声が入っていないということでね、まあね、今回はね、声入っていることをね、信じてね、まあ今回こそね、普通にね、実況していこうかなと思います。ということで、ね、前回見てない人、概要欄の方から、ぜひ見てください。今回ですね、とりあえず、前はですね、鉄の装備を一式作りました。今回ですね、早速ね、ダイヤモンドの方をね、探しに行こうかなと思います。ダイヤ装備ね、ダイヤはね、だいぶ深いところに行かないといけない、ないんで、前がどんな感じ、あ、これね、難かったんですよね。見てない方はね、ぜひ、前回の動画見てください。で、早速ね、どんどん下の方に行って、あれ、早速終了。確か地図に表示されないんだね。どうやって深さわかるんですでしたっけ。お、なんだ今の声は。村人ゾンビか。ん、違うわ。馬、これ何の音だ。戻ってきてしまった。ちょっと怖いな。さあ、ダイヤは見つかるのか。といっても全然こう深くない。多分。あ、向こうにまだ行ってないとこがあると思ったら、まさかの行っていたという展開かな。すんごい入り組んで、あ、ここに来るんだ。下を目指したいけど、下に行く道がない。お、こっちは行ってないぞと思ったら終わる。早いな、終わるのが。ちょっと待ってください、行くところがない。あ、お、お、だいぶ深いぞ、だいぶ深いぞ、いいぞ。こういう感じでね、どんどん深いとこ行けばね、見つかると思うんですけど。あ、金、90分のミニと意外に少なくなってきて、おー、終わり。なるべくね、急いで見つけないと。最後の方になったらね、あ、危ない危ない危ない、あっ、危な、これ大丈夫、落ちないよね。え、こんなエフェクトなの？ちょっと待って、なんかエフェクトおかしくね？おぉ、すごいことになってる。水がね、そういえば。バケツ作ろうぜ。危ない危ない危ない。エフェクトがおかしいな、どう見ても。どう考えてもエフェクトがおかしい。2個ぐらい作っちゃおう。さあ、鉄は見つかる、あ、鉄じゃねえわ、ダイヤは見つかるのか。お、お、ここがどんぐらいの深さか分からないから、どういうふうな感、どういうふうに、お、なんでこんな落ちてた。なんか微妙。ダイヤがねえ。なんでこんな砂利なんだよ、すべて。怖いし、しかも何これ。ちょっともう何。ダイヤは、お、お、なんかこの中にありそうだと思ったらない。
いいとこまで行ってないみたいな。まあね、基本マグマの近くにあると思うんですけど、とりあえず水をゲットしたいな。こっち側どうだ。おお、ちょっと怖いな。危ねえ危ねえ。もうどんだけ入り組んでんの。怖すぎるでしょ。ちょっと待って、来た来た来た、ダイヤモンド来た。もう怖いわ。ちょっとこの人絶対マグマ説2かな。お、3、お、だいぶ1、2、3、4、5ですかね。ちょっと取りましょうか。1、2、3、ちょっとなんか順番で、お、ここですね。あ、まだあったまだあったまだあった。危な、6個。さあ6個ですね。早速ダイヤモンド、この調子で、ね、どんどん取っていこうかなと思います。危ない。ということで、ね、慎重にね、ここでもうロストしたら終わりなんで。はい、危ない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 。変な変な歩き方しちゃって、歩き方で泳ぎ方。早速ねダイヤモンドを見つけていくね。好調な滑り出し。さあ、ダイヤモンド見つかるのか。あんまこっち来てもなさそう。あ、こういうとこ絶対ある。確定だもん。100% あるもん、こういうところ。もう確定じゃん、もう。残念ながら確定。エフェクトがおかしい。ちょっと待って。おお。え、大丈夫。どうね、さすがに人参を大量に食いつつ。もうね、ダイヤモンド絶対あるんだよ、こういうところ。ところは絶対あるんですよ。あ、でもちょっと高く行きすぎ。それはもう痕跡ないっすね。ダメじゃん。ないな。こっちじゃなくてこっちか。今ゾンビがいた。せっかくだから剣を使おう。お、ラグかった今。ジャンプ蹴りをしていく。もっと怖いエリア。長いな、これ。止まんのにどんだけ時間があるの、これ。で、大丈夫かな、ダイヤモンド逃してたりしてないよね。後で編集で分かったみたいなやつが一番怖い。